たしました、コスプレイモード、新創刊9月号が、先日昨日8月2日に発売いたしました。で、表紙こんな感じです。はい、宣伝を作っていただきですよ。すごい、初めて見た。あ、本当ですか。はい、今日昨日から発売しているので書店で、お、バリ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 、はい、目印はこのオレンジ色、ね、某バレーボールですね。で、こちら書店の方、書店さんや、あとですね、発売元であるファミマ.com からの発売発行になるんですけれども、全国のファミリーマート一部店舗でも取り扱い開始ということで、皆さん、ご近所の本屋さんやファミマで見かけましたら、ぜひお手に取ってくださいませ、という、もうベタベタな宣伝でした。ありがとうございました。拍手。もうね、コスプレ雑誌といえばもうコスプレモードじゃないですか。日本でも海外でもね、人気の。皆さんぜひ、コスプレあんまり興味ない人でも、ちょっとこれを見たらコスプレがどんなものかとか、今こういうのが流行ってますよっていうのが分かる一冊になってますので、はい、ぜひ見かけたらね、お手に取って。特に8月は、夏コミ直前ということですので、コスプレ初めての人とか、男装の基本的なメイクとかを、ね、メイクの仕方わかんないとかっていう方も、ぜひこちらで参考にしていただければ、みんなでイケメンになろうぜっていう企画が入ってます。皆さんよろしくお願いします。はい、素晴らしい企画。あとね、なんかもう一つ、はい、なんすか、カミューさんがお伝えがあるらしいから、カグラちゃんも一緒に、はい、いいよいいよ、結婚許さないわよ。はい、どうぞ。結婚してくれます？あ、するするするあ、はい、桐原明と言います。はい、普段は踊ってないんですよ。というか、踊りはこの1週間が初めてだったんで。1週間であんなにあの人がめちゃぶりしてきて。あ、奈良さん、マニュさん、あ、踊れませんって言ったのに。あ、普段は人間やればできるってことですね。いやいやいや、すいません、お見逃しを。いやいやいや、失礼いたしました。はい、また近々、はい、本当に普段踊りじゃなくて歌を歌っているので、もしよかったら9月ぐらいにまた予定があるので、見てみてください、はい、という宣伝でした。ありがとうございます。ツイッターとかでわかるのかな。あ、ツイッターで検索していただけたら大丈夫です。大丈夫です、はい、いちいちイケメンでドキドキする、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。第最初のスペシャルアクト、はい、コスプレイモードの皆さんに大きな拍手をお願いします。じゃあ、こちらの方から、ありがとうございました。はい、はい、さあ、コスプレモードの皆さんのステージ、お楽しみいただきました。さあ、それではステージ上続いてなんですが、はい、フリーステージですね。はい、そうなんです。最初の当選者20組によるフリーステージがこの後いよいよスタートとなってまいります。さあ、ご来場の皆様も、ちょっと今日は曇りということで過ごしやすい一日ではありますが、ちょっと蒸し暑いですかね。そうですね、でも例年名古屋はなんかものすごい暑くて、はい、僕去年初めて参加させていただいたんですけど、日差しも強いわ、強いんです、気温も暑いわ、東京より暑いんですよ、ね、結果暑いです。びっくりしました。ということで、皆さんね、まだまだ暑いので、水分補給こまめにして最後までお付き合いください。さあ、それでは最初の当選者20組によるフリーステージ、いよいよスタートとなります。それではよろしいでしょうか。はい、準備はもうできていますので、じゃあ行っちゃいますかね。はい、はい、じゃあ最初の20組、はい、じゃあ